よーし、保留を今からここに置きましょう。出てこい、俺の友達。妖怪ミドルセットオン。カモン。何族だっけ、なんとか召喚出てきた。妖怪サークルに保留を呼び出した。さあこれでね、どかしてくれない。あれ、今日は気分に乗らん保留じゃ。は、保留この先進みないないんだけど、あの岩どうにかしてよ。あれぐらいの今なら簡単に動かせそうじゃ。え、本当に。しかし今は気分に乗らんので、その件は保留にさせてもらおう。なにこいつ。じゃ保留やってよ。決してやらないってわけではないが、保留させてもらおう。待つしかなさそうですね。え、これってなんか待たなきゃいけねえの。嘘だろ。これもう今回でこれブシニャンゲットして、あー気持ちいいってする予定だったんだけど。じゃあふざけんなよ。じゃあちょっと帰るか。さてと、保留が、なんかずっと保留してるからさ、ガシャでも引こうか、ね。大森山のガシャのここにさ、この雲海三面鏡がやってきてね、過去の世界、現在の世界、すーげー行きやすくなったよね。ね。で、ついでに、あれです。なんて、なんとか銀行とか行って、メダルもらってきました。俺さ、もう、最近ずっとね、もらってなかったよね。俺忘れてたこの存在。ちょ、レア妖怪欲しいなと思ってさ、なんかメダルねえかなと思って調べてたら、5つ星コインまだ残ってたじゃん。で、キラキラコインってやつと、なんかね、この、月っていうコインと風っていうコインね、これもなんか同じとこに、なんか QR コード載ってたんでね、使わせてもらいました。行きましょう。それでは、まずは5つ星コインから行きたいと思います。ね。これはね、S ランク妖怪が、まあ、ほぼ9割出てきます。ね。俺前出なかったんですけどね。さあ、今回は、あさりと出しましょう。来い！あい！ふざけんなよ！なんでさ、5つ星コイン使ってこれなの？金のこけし、2万円で売れます。やったー、嬉しいなー。いや、さて、じゃあ次今使いましょうか。5つ星コイン。頼むぞ。出てこい！ S ランク？ SS ランク？頼むよーい！黒い！久々？なにこいつ？は？一角が飛び出してきた。一本取られたぞー。お前なんかモンハンにいなかった？ねえ、気のせいかな。一角。さあ、一角、キリン、あ、やめ、怒られる。その名前つけちゃいけないよ、みんな。ね。さて、多分、S ランクですね。あ！これ、大当たりのやつだ。ね、レジェンド妖怪の証が一個進みましたね。やったぜ。よし。まだ回せるな。よし。さあ、回しましょうか。じゃあ、今回は、QR コードで手に入れた、こいつ回してみましょうか。ワクワクコイン風。ね、風と書かれてる。何が手に入るんでしょうか。行きましょう。さあ、出てこい。S ランク？ SS ランク？頼む！来い！おい！なんだよ！あ、一旦ごめんじゃん。ごめん、一旦ごめんって。俺見たことあるよ、こいつ。当てられてごめん、一旦ごめん。謝るから友達だって。いやー。こいつ面白いよね。一旦ごめん。悪い。一旦ごめんね。あ、いいね、こいつ。え、青色なんだ。レア度は低いんだね。なんかオープニングとかにも出てくるよね。やったぜ。さて、一旦ごめん獲得です。いや、結構いいじゃん。あ、まだ引ける。まだ引きましょうか。よし。さあ、次ですね。もう一個なんかゲットしたワクワクコイン月ですね。回してみましょうか。何手に入るんだろう。頼む！出てくれ！ S ランク！来い！あおーん！なんだこれ。あ、ガブニャン！かわいいじゃん。内バニャンの親戚でしょうかね。ね。狭いのも暗いのに湧きたにゃん！お前についていくにゃん！そうか。ガブニャン！かわいい。ガブニャン！お前これ、一バニャンじゃねえか。ね。
さかむにゃん、ね、あの、地場もどきでしょ、ね。あざっす。まあまあ、でも、あの、新しい妖怪がいっぱい手に入ってね、いいね、これ。図鑑、どんどん埋まっていくと、やっぱ気持ちよくなってくるよね。よし。さて、また回しましょうか。まだ回せるからね、すげえぞ。どんだけ回せんだ、今日。ねえ、さ、キラ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 コイン。回してみましょう。ね、これもパスワードを入力したやつだね。さあ、何が出るのか。頼む。S ランク!コイン!なー!あ、黒だ、黒だ!なんだ?土雲?違う違う違う、何これ。え?ニョロ雲?何これ。オカマじゃん。ちょちょちょ。え、あらー!開けちゃったのね。ガンジカラムにしてあげる。ジョローグも。ちょ、声男じゃん。あれ?これもしかして、土蜘蛛さん、そういった趣味の方で、あー、すごい。じゃ、こいつ、あれだ、この、過去の世界の、ガシャのレア妖怪って感じでしょうかね。ポカポカと不気味のね。ああね。一応他の回していきましょうか。ね。水色っぽい。上じゃ水色だしかもう、出てたもんね。S ランク?来い!頼む!あ、出た出た!金融機よ!何何?よし!なんだよ。なんだよ。ふざけんなよ。まだ回せる?今日俺のときめきとでも青春をちょっと返してほしい。俺今日、来てる?って思ったんだけど、そうでもなかったな。頼む!今度こそ !S ランク!うわ!黒い!来た!なんだこれ!あ!なこれ。風魔猿。なやこいつ。これレアだよね、多分。な!ふーん!よく見つけたな。風魔の力をお前に貸してやる。風魔猿?風魔猿!これテンション高いな、お前。風魔猿!ねえ。ちょ、待って。すげえ。あれ?俺今日もしかしたら宝くじ買ったら当たんじゃねえかな。ほらほらほら!これレアじゃん!やったぜ!え?なにこれ?もう終わりかな?ガシャ。あ、終わりだ!え、なんか。超大当たり買いって感じじゃねこれ。え?どうしよう、俺。どうしよう、ちょっと、ステータス見に行こうか。手に入れた妖怪たちの。S ランクだよね。多分、ガボニャンとか、ジバニャンとかは、ジバニャンじゃ、ガボニャンとジバニャンじゃ、ガボニャンと一旦ごめんは、多分ランク低いんだよね。青いガチャガチャ、ガチャガチャカプセル。ね、多分 C ランクぐらいかなと思う。さて、他の妖怪全部 S ランクじゃねもしかして。ちょ、待って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 。待って待って待って。見てみましょう。さて、どう出てた、どう出てみた。これ、控えのメダル。出た!風魔猿 S ランク。一度だけ先制攻撃できる?ちょっと待って。めっちゃ強くね。風魔雷電。威力190。でも、一匹だけにしかダメージ与えられないんだよね。これ、強いのかな、わかんねえや。さあ次、ニョローグマ、ジョローグモですね。ジョローグモ。ニョローじゃない、ジョローです。ね。敵を倒すたび攻撃力がアップ。ああ、前のめりと一緒じゃん。ワン、ツー。隕石の術。え?桃よ、ドドドドーン!で、一匹だけに290のダメージ。あれ?これ結構弱くないか、この風魔雷電って技。もしかしたら、ジョローグモ超強い?で、ガブニャンですね。あ、これもレアなんだ、一応。吸血マニア。ね。両隣にいる味方のヒットポイントを吸収しながら戦う。ちょ、こいつ入れられませんね。噛みちぎる。死神の術。とことん吸血。チューチューする。なにこれ。一旦ごめん。ね。レアこれ。謝罪。サボった時味方一体回復する。なんだこいつ。はたく。その場しのぎの術。ね。一旦味方全体をお祓いしつつ回復する。へぇー。で、一角。また S ランクですね。めっちゃいいじゃん俺どうなってんだこれ。ねえ。超回復。大ピンチの味方を回復するとき、ヒットポイントを超回復する。え?
回復薬じゃんこれ。あー、これ首になる妖怪が決まってしまった。座敷わらしゃん、バイバーイ。来た、一角。一角だらって呼んでるってことはねえ、止まんねえぞこれ。さて、あとはどうする。ジョログモは入れてもいいかなと思うけど、ねえ、俺武士には入れようと思ってたからな。どっちかって言ったらねえ、ウジバニャ。ねえ、とりあえずまだこのパーティーで行きましょうか。よし、さ、超ズボラで短期、お前、ちょ、サボり癖、ダメだよ、それ。ちょっとあれあげようぜ。本、真面目に生きる。ね、一個しか持ってねえや、俺。一角。あれ、一個しかあげらんないね。あ、今回何個でもあげられるんだ、真面目に生きるって。妖怪がサボり癖のなくなるまで。ね、ズボラで短期。へー、素直で。ね、超真面目で短期。超真面目なのに短期って怖えな。よし、それじゃあね、この後何すんだっけ。あれだ、保留のあのイベントどうするかちょっと調べてきますね。行ってきます。さて、ちょっと調べてきました。保留なんですけど、なんか一週間ぐらい、なんかね、経過しねえと、なんか、来ないらしいんですよね。なんか、働いてくれないらしいんですよね。なので、ちょっと、ゆっくりと、ね、一日中寝てみたいなと思います。ね、じゃあちょっと一週間、ね、パッと経過させますね。パッ！さて、パパッパッとね、一週間ほど時間経過させてきましたので、ね、それでは今からね、保留さん、働いてもらいましょう。おら、働け！働いてる？あれ？ほれ、この通り通れるようにしてやったぞい。あ、さす。ざす。ざす。さあ、ここまで来たらもうあとは楽勝小一です。で、ここら辺にリュウくんがいるっていうお話を僕は聞いてますので、リュウくんをね、サクサクサクっと探してね、ぶっ倒しましょう。あれ、リュウくんいないんだけど。いた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 ！やっつけっぞ！よし、さあ、バーサス、リュウくん。ね、リュウくんの大好物、ね、もちろん買ってきております。なんでしたっけ、エビチリでしたっけ、ね、カニ玉でしたっけ、中華ですよね。ポリッチー。さあ、リュウくん、キャッチー。おいしいのだ。さあ、これで、来た。あ、飛びミスやがった。ニュウ。ニュウ、切る。取りつか、取りつかれた、だるいわー。うっそー。落石の術。神竜、どうなんだろうな、強いのかな、この、ねえ。じゃあ、ブリッジの陣、ねえ。で、見てください。火花の術。さあ、これで、だらけと撃破。もう一回ぐらい取り付くチャンスを。いや、ミス！にゃにゃ！吹雪の術。さあ、これで、リュウ君も撃破です。ねえ、取り付くが当たればね、気持ちよく、ふーっていけんだけどね。ハート出して、あーってなる。ね、さあこれで、おお、経験値いっぱいもらってレベルアップ200くれるんだ、経験値結構くれるね。さあ、リュウ君、一発で仲間になるのか、来い、頼む。来てない、違う、お前誰やねん。おい、今俺来たーと思って心躍ったんだけどさ、全然ちげえじゃん、鼻ほじってんじゃんこいつ、ふざけんなよ。やだ、まだ持ってなかった妖怪だからいいけどさ、ねえ、なんか、同時に2体仲間になるとかないのかな？なさそうですけどね。よし。それではまた改めて探していきましょう。さあ、B の204号室の鍵。なんでしょうね、これ。なんかいっぱい、いろんな部屋の鍵、ちょこちょこ拾ってるんですけど。まだ1個しか拾ってないけど。中に使うんでしょうか？この、部屋の鍵ってどこだろう？マンションかな？俺、今作1回も行ってねえけど。マンションくせえよな、場所的には。ねえ。またなんか近々見に行ってみましょうか。さあ、リュウ君いた。おれ、リュウくん。さあ、2匹目ですね。さあ、エビチリみたいなのが8個ぐらいしか持ってないので、ね、早いとこ捕まえたいんですが、ね、頼みますよ、皆さん。頼む！ブリッジ、行くぞ。日野だ。お前か？火花の術。吹雪の術。いいぞ。
落石、痛い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 。結構敵が強いよね。割とダメージがでかいんだけど。さあ、これで一匹撃破。前のめり。さあ、百鬼姫はね、素早さが高いんだよね。あー、リュウ君狙っちゃダメなのだ。こらこらこら。サボっちゃいけんぞ。まあ、いいや。よし。さあ、だらけとも撃破です。さあ、今度はどうだ？鉱物あげて。リュウ君って確かランク低かったからさ、割と、やりやすいんじゃねえかなって。仲間なりやすいんじゃねえかと思ったけど、そうでもないのかな、これ。ああ。今回も長くなりそうですか？あ、リュウ君いた。ね、探索しながら、ぼちぼち仲間やっていこうかと思ったんだけど、意外と、ポンポンいますね、リュウ君。ねえ。こんな色もんなの？もうじゃあ、ポンポンやっつけちゃおうか。ね。はい。美味しいのだ。うまいか？取り付く？え、こういう時に成功しちゃうの？ちょ、待って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 。やめて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 、鍵落ち、ストップ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 、おい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 、なんつうタイミングだよ、これ。結構ショック受けるね、これ。さあ、いや、まる、ジバニャンと、一角、レベルアップです。さあ、リュウ君、来てくれ！来ない！くそー。数はいれどもね、仲間ならず。ちょっと切ないですね。さあ、攻めの秘伝書獲得しました。ね、攻撃威力がアップします。アップすんの？知らんけどさ。さあ、親方の油。あ！何これ、なんかワンと一緒じゃねえ、これって。親方の油。ねえ、何使うんでしょうか。ワンは、どっかで使ったんだよね。もう覚えてないけど、どっかのトロッコで使って、ああ、気持ちになったんだよね。よーし。さあ、今度こそ取り付くが成功してくれることに乗りましょう。さあ、だらけと、死亡。痛い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 。痛い痛い、落石、痛い痛い痛い。あ、ゆうくん、速攻死んだ。よし、さあ、ジバニャン行くにゃん。よし。頼む。こい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 。モテモテ、お前モテモテだろ。キュンキュン。キュンキュンしよう。来ない？え？しょ、これ本当、やばいかもしれません。いや、下の方、次探索行ってみましょうか。ね。まあ、ぼち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 、いろんなとこ行けばね、きっと、リュウ君も仲間になってくれるかなと思います。さあ、紫コイン獲得です。やったぜ。いや、今日はほんとね、妖怪ガシャの運が、すげえ良かった。あ、ここか、親方の油って。もうすぐ使えたな。早いな。さあ、油のおかげで、レバーが動くようになったぞ。あれ？レバー動くようになったけど、レバー、動かしてな、スビー？ケイタくんじゃない、ダイダラくん。しっかりしてください、ウィス。ね、ウィスパーはいない。もう帰ってこない。さあ、これなんかいそう。あ、なにこれ。今度はかなりの追い技だな。妖怪の力使えばいいんじゃないかな。え、妖怪、あ、またなんかだ、これ。さあ、またクエスト級的な何かが、この辺りにあるのでは？ないぞー。ここだよね。あ、ちょっと見えてる。9ですね。何でしょう、これ。持ってるかな？でも大きな岩動かせるような妖怪とか俺持ってないけどな。ねえ、でも保留が岩動かせると言ったかし、なんかようわかんねえよな。デデドン。俺これわかるよ。1、いや、1つ、未来からの使者。1つ、チョコレート工場を体内に持つ。1つ、I'll be back。ね。さあ、こいつは誰だ？出てこい！俺の友達！ね。18金猫。ね。ロボニャー！俺持ってるぞ！やるなぁ！正解！やったぜ！ロボニャン！俺の持ってたラッキーラッキー！なんかで引いたんだよね、俺。ね、ゲームコインガシャで。さ、召喚してみましょうか。あれ？召喚。あれ？あ、持ってるよね。呼び出しましょう。いきます！出てこい！俺の友達！妖怪メダルセットオン！この奥ってさ、妖怪、スーパーイケメン、ね、なんか俺っぽい名前のやつがいるんだよね。なんだあれ。サークルへのターゲット完了。今から充電に入る。
ロボニャン、あの今なんとかして。すまないが今は充電中だ。ロボニャン頼む。どうすんの。何、充電完了。充電完了、私に任せておけばもう大丈夫だ。おお、ロボニャン頼んだ。頼むぞ。行ったり行ったれ。ターゲットロックオン、ロケットパンチ発射まで3秒前、2秒前、1秒前、くるー、ロケットパンチ発射。わーい、あれあれ、ロボニャン、どうしたの。残念ながら不発みたいですね。そんな、どうしたロボニャン。やれやれです、もう一度試してみましょうか。ウィスパー大丈夫かよ。なんとか向こうへ行けるようになったみたいですね。よかったね。予定通りミッション完了、充電に戻る。グッドラック。あいつぶっ飛んでるよな、ほんと。好きだよ、ロボニャンは。ウィスパー、ロボニャンのおかげで先へ進めるようになった。この先何あるんだろう。ちょ、怖いんだけど。東の空洞。でも、ここには、あいつはいないよね。ここね。なんか今あったけど、多分下側なので。ここって本当にあいついるとこじゃん。ちょっと怖いからセーブしとこう。はい。でも、なんか多分お花摘んできてとか言われそうだよね。ねえ。女子か。あれ、なんもねえわ。ほら。ここは多分また後日お花摘んでから来るんでしょうかね。なんだお花摘むってほんと。いや、さあとりあえずね、リュウくん捕まえに戻りましょうか。ね。頼むぞ、リュウくん来てくれ。俺はおめえがいねえと。リュウくんこっちがいっぱいだ。頼むぞマジで。よし。さてエビチリの数もね限りがあるので、そろそろ捕まえたいです。頼むぞー。エビチリ相手に使う。さあ今度こそね、あれしていこう。取り付く。にゃにゃ、ダメダメダメ、そっちじゃない、味方に取り付くじゃない。百鬼姫取り付く、きた。で、避ける。お前、影オロチの攻撃の時だけ、うまいことやりやがって。あ、そっちじゃないにゃーん。ジバニャン珍しく取り尽くしたと思ったら。そっち？まあいいけどさ、取り尽く、あ、まだミス。なんで、リュウ君だけミスるの。湧き出る。え、にゃ。さあ、これで、一匹やっつけた。さあ、残り一匹、取り尽く。避けるー。取り付く、来た。あ、違う、どこ、ハートどこ、あー終わった、くそ。ハートが見つかんなかった、マジで。つまりダメージか容器だけ。でもきっとなんとかなるはず。来てくれ、リュウくん、こねー。やっぱり、つついて、好感度、上げ上げ上げ作戦でいかねえと、これちょっと厳しそうですね。皆さん、これ、リュウくん出現って、あ、してるか。あ、しない。意外とこれ、ねえ、変な妖怪もたくさん出るんだな。ねえ。リュウくんいなかったら、まあちょっと、出るまで、ちょっと粘ってきます。ちょっと粘ってきます。お、リュウくん。来たじゃーん、やるじゃーん、潰すじゃーん。刃のボディ、痛い、やばいわボディ。取り付け、あ、そっちー。ちょっと切なくなってくるな。取り付く、来た。ちょっと続いて、あ、仲間確率アップ。これは来ると思います。痛れ、やってやれ、湧き出る、知らん。
はい、というわけで皆さん、リュウくんついに仲間になります。来い、頼む。よし、違うなんでお前なんだよ今の。絶対さ、リュウくんと仲間なるあれだったじゃん。ねえ、なんでお前なの、なんでなの、おかしくない、おかしいない、これ。え、しょ、めっちゃ頑張ってくるあだらけとうと電波こそみんな仲間になっちゃったんだけど、なんかおかしない。痛い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 、やばいわ、ボディ、ぶつけ、きた。おい今日できるなお前。さあ、あそこをつつきまくって仲間確率がっつりアップ。よし、あとは任せましょう、若い人たちに任せて。殴れ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 、よし、いいいいいい。さあ、これでちょっとプリチの陣ね、三連陣にしましょう。全員の素早さががっつりアップします。いけ、取り付く。もうこんな時に限ってがっつり取り付くよな。学籍の術、痛い痛い痛い。よし、さあ、これで、さっきと同じ条件です。鉱物を与えて、そして、つつきました。これは、来るぞ。来い！よし、やっとだ！お前気に入ったのだ！友達になるのだ！よし！友達だろう！なんかお前、ハム太郎みたいな口調だよな。リュウ君！リュウ君！かわいい！さあ、リュウ君を妖怪大戦へ登録完了。さあ、これで、やつが、出て、くる。妖怪辞典が震えている最後のページをチェックしよう。来たぞ。ついに、出てくる、レジェンド妖怪。次回へ続く。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録お願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック。説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。